こう明日へ、歩こう明日へ、思いを連れて、涙の明け、切ない訳、空へ消えてゆく。邪魔です。一回ちゃんと聞かせてください。いやいや、ちゃんと、そんなのちゃんと、そんなのもちゃんとじゃないですよ。あ、歩こう明日へ。これって、歩こう明日へですぐに、もうそよ風のに。そよ風のにすぐ行くんですよ。そうこれね、ちょっとここはね、変則なんですよ。そうですよね。もう一個欲しいんですけど、A のリフリンがもう一個欲しいのに、A メロの、すぐに、B に行っちゃうんですよ、ここはね。これね、徳永さん本人まだ歌ってないのにね、先に歌っちゃうっていう。すごい。潮騒の。そこが好きなんですよ、僕。のー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 とか、超いいですね。潮騒の騒ってどの字したっけ？まあいいや。ひらがなで書いちゃった。ね、空に、心に歌う。で、ああですね。F7 ですよね、最初ね。そうですね。歩こう明日、今はいつからやってるんですか？中学からですね。あ、結構長いですね。でも全然下手ですよ。コード 14個しか押されないですから。アルペジオできないんで。そもそもストロークしか。そんなに消えました。A名さんの、A名さんのって曲は徳永さんなんですけど、A名さんが歌うトゥモロー、難しいな、聞かせてください。歩こう明日へ、それはちょっと五木さん、違う、歩こう明日、歩こう明日へ、とかで聞くとなんかこうどっかの音がカットされてるんですか、ね、やっぱ全部レンジがね、生で聞くとダイナミックさがないですから、全然違う、めっちゃ感動しました、ね、あ、ありがとうございます。すごい、やっぱりライブがいいんですよね。ライブがいい、ね、インスタントライブはもう全く音が違いますから。そうですね、やっぱライブの方がいいですよね。いや、こんなすいませんね、皆さん、僕だけこんなに前向きで聞かせていただいて、あとでがっつりお金取ってきますからね。ね、これ今ね、今日本村さんがね、こうマイクもね用意してる、スタジオ、ここはスタジオなんで、マイクも通すともっと違うんですよね。そうですね、ちょっとマイク通しバージョンでやってみましょう。歩こう明日へ、勝手な2番を作ったり、歌詞こんな歌詞聞いたことない、勝手な2番です、さすが、即興ですか、いや、素晴らしい。いや、やっぱりこうなんかモノマネ番組の審査員がこうやってはぁってなっているのが